民放と NHK、テレビ6局のキャラクターが一堂に集まり、防災への備えを呼び掛けました。防災を学ぶ国内最大級のイベント、防災国体にはテレビ朝日のゴーちゃんなど6局のキャラクターとアナウンサーが集合。クイズ大会が行われました。ゴーちゃんはどっちだと思う 今年は初めて6局共同の防災プロジェクトが参加。午後4時からはアナウンサーによるシンポジウムが行われています。明日は関東大震災を経験した112歳の女性の証言などが紹介される予定です。